はい、サイレンやっていきましょう。前回がですね、1度目のスタッフロールエンディング迎えたんですけれども、これがあの真のエンディングではなくてですね、まだまだシナリオ残ってるんですけれども、今度は終了条件にやってないところがまだあるので、そちらをやっていきましょう。これじゃあやっていきますか。前田智子ちゃん、あの天使様、出た。おかしくなっちゃった。で、これの終了条件2が、死人に発見されずに教会の道へ到達しなければいけません。で、前方の川、これですね。川を降りて、すいませんね、一回攻略見ます。下り、竹内の墓への階段を上らず西へ移動する。スタート地点、西にある高塔で作った廃車の橋に向かう。西へ向かう。ここを登らず、ここなんかあるね。で、スタート地点に戻る。高塔の作った橋ね、車の橋、ここ作ったよね。これですね。荷台に乗って土管のある方を調べ、丸ボタン連打、土の子手配書を確認。土の子？土の子いたね。そのまま教会への道に続く階段の下まで行き、自分がいる方とは反対側を向いたら一気に階段を登って教会の道。死人？迷ってくれた。これじゃないね。見つかったのか。見つかったね。もう一回だ。
これはアーカイブに追加されるだけで、特にシナリオの終了条件達成とかそれには特に関係はありません。アーカイブを全部集めるという目的であれば集めなければならないけれども、土の子いたね。よし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 、終了条件に達成。よし、京也の目を通すとこんなに綺麗なものが見えるんだ。何言ってんだよ。初めて会った時、京也だけが違う光に包まれてた。裏の奴らとは違う温かい光。わけわかんないよ。全部消して、この村もあいつらも全部。え、美和子、なんか切ないねナイスカップルのように見えるけども、お、新しいステージですね。竹内さん、死人の巣、3日3時あまり嬉しくない目覚めだな。ここは？ヤオさんがどうして？この水に長居してもいいことはない。出よう、奴らに見つからないうちに。あの女、あいつが全ての始まりだ。このままじゃ取り戻しがつかなくなる。なんとかなりそうだな。これあなたのじゃないんですか？ああそうだな、もう私には必要のないものだ。君にやるよ。須田京也の巣の中枢への門への到達。あの人置いてきちゃったけど大丈夫かな。放棄しまったやつを相手にするような余裕はない。自分の心配をした方がいい。悪いが時間がない。別々に道を探そう。
タート地点左手前にあるライトを取る。これね、拾う地図です。松川屋、でカウンター横、松川屋の看板を見ている死人の視界をジャック、電話番号確認。4216、松川屋4216。4216でしたね。こっから松川屋に電話をかける。4216ね。バツバツか、バツバツの4216か、バツバツの4216、バツバツ4216。これで電話が通じたようだ。したよ。反対側により林家の玄関を開ける。林家なかった今。はい、鉄パイプ入手しました。工場の方に南下し、広いところに出たあたりに牛人、主人。付近にある。ここか。この階段を上がる。これほどとは、突破は無理か。
都を探さなきゃ、一緒に逃げようって約束したんだ。今度須田くんの番になる。スタート地点、右手前にある断層を上り下り、解体屋に入る。ここね。いや。解体屋に入って。ルアジャッキを手に入れる。で、スタート地点戻る。これか。車体を上げる。このフロアジャッキね。で、車体に潜り込む。で、段差を上がる前に橋周辺を徘徊しているイヌシビトの視界をホールドし、動きを覚える。こいつか。動きを覚える。シビトが前方の方に走り出したら、前方の段差を上り下りし、右方向に進み、あれか、今見てる水門を蹴るのか。今じゃないんだな。弱い。今の段差のところにいるわけだ。青十字あるからここなんだな。武器持ってないんだよな。弁当の方、右方向へ進んで水門を開ける。よし、今だ。水門を開く。ここだね、ちょうどいいところだ。イヌシビトの行動パターンが変わる。
守人が橋を見上げた後、坂を下り突き当たりの壁を見始めたり、一気に橋を渡る。ん？待って、一回止めよう。水門を開けて階段を降りて木の茂みあたりでしゃがむ。ここで今しゃがんでるところでいいんだな。橋を見上げた後、坂を下り突き当たりの坂を下り突き当たりの壁を見始めたら一気に橋を渡る。電灯下で再度命人の視界を確認し、橋を見げて坂を下り直進。下まで来ました。橋を見上げている。坂を下り直進。今じゃないね、橋を見上げている間っつったからね。来たぞ。直進する。左に曲がり突き当たりの段差を登ったら、突き当たりの段差を登る。これか。いや、40その中枢へ向かう。段差を下り少し戻ったところにも段差があるので、それを登る。これか。差を階段今見えたな。今行ったね、ここにね。
今どこにいるのか全然わかんなくなった。こいつだな。でも食らっちゃったけどね。危ねえ。道なりに進む。これ、お、終了条件達成。辺りは終盤になってきてますね。あと終了条件に春美ちゃん、ここまだできないんだね。2日目18時。はい、病院。2日18時。消えたはずの村に、今度は消えたはずの病院か。アルバムを見つける。
2階男子トイレに入り、奥にある方にある蛇口ホース、トイレ、2階でね、男子便所、ホース奥にある、ここホースをつける、ホースをつけて、窓の隙間からホースを垂らす。1階。そしたら1階男子トイレ。でも拳銃持ってるとなんか、あれだね、心強いっていうか、普通に。ホースを中に入れる。で、蛇口をひねって水を出す。2階第二病棟への鍵手に入れました。2階へ上がり、階段前の扉から鍵を使って第二病棟に。階段前の扉からここだね。3号室に蜘蛛人2体を倒し、院長室に入る。203号室、ここか。院長室、奥ね。で、診療室、OK。レコードの針を拾う。これで終了条件2の達成で、修行室一応閉めとこう。
この女、まさか。終了条件に達成。八尾さんが黒幕だったんですね。復活の時が近づいている。永遠の狭間で始まりと終わりは一つになる。坪船。2日指示。くれ。来る？何が？どうしたんだよ。ブレインの撃退。待って。やっぱりダメ。逃げても無駄。あいつらを束ねているやつを見つけて戦おう。束ねているやつって。ここに待機させる。先行所。ここに向かう。ライターを拾う。を拾う。宮田の車まで戻り火をつける。炎を起こして死人の注意を引く。お疲れ様。なの？うん。ちょっと待ってな。クリス、なんかリクエストあるの？これ。
で火をつける。車から遠い方の林道に入り、車にやってくる犬死人を回避。頭脳死人の視界をホールドしておき、掘り返されたあるところが、こいつだ。はっ。ふっ。危ない危ない危ない。はえーよ。終了条件達成。村ごと私たちがこの世界に取り込まれたんだ。ここは現世でもあの世でもない、どちらとも地続きの場所。どうしたんだよ。どうしよう、逃げ場なんてない。今さら何言ってんだよ。この村嫌いなんだろ。確かに変なやつだと思ってるけど、こんなとこにいたらそうなるのもしょうがないと思うよ。一緒に頑張ろう。そんでこの村から逃げ出そう。あの変な兄貴からもさ。お前、お前じゃなくて須田京也。京也、ありがとう。昨日のお返しだよ。撃たれましたね。で、あの安野ちゃんも撃たれて、で須田京也がこう歩いてきて倒れる。あそこに繋がるわけだな。シナリオセレクト。今のシナリオ。吊り橋を渡る。線香場にいる2体の犬死人の視界をホールド。今のシナリオですね。これの終了条件に、これですね、38口径警察銃の入手。待って、やっぱりダメ、逃げても無駄。あいつらを束ねているやつを見つけて
戦おう。束ねているやつって石田哲夫に罠を仕掛ける。石田哲夫、もうサイレン見ている方はご存知だと思うんですけど、あの最初あの警官ですよ。あの警官が羽し人になってくるんですね。さあシナリオもう一回見てみましょう。ゲートを移動させておく。いや、で、吊り橋に戻ってきて、鍵これ長いなで、バリケードの横を通り抜け階段を降りていくのを確認する。すぐに選考所に右手の小階段から休憩室に入る。入って希望を刺して鍵を取る。選考所から出ました。坂を下り左手にある入り口から選考所に入り、近くにある配電ボックスを鍵で開ける。レバーを下ろし外に出て坂を下ると警官が登場するので、すぐに配電ボックスまで戻る。これか。ここに入って配電ボックス、これか。扉を開ける。操作パネルがある。レバーを下ろす。外に出て坂を下ると警官が登場。坂を下るわけだね。坂を下ると、うわあ、出ました。まさかあの警官。
こいつね。警戒してるから、これが警戒が解けたら赤が消えたり、でも今出たら見られてるから、解けたね。で、警戒が解けたら水たまりのところで酒瓶を割る。ここだ。くで、配電ボックスまで戻り、お、飲んでるね。よし、レバーを上げて。レバー下ろすんだっけ。あ、レバー下ろすんだ、やっぱレバー下ろす。警察中手に入れた。終了条件に達成。よし、徐々にシナリオが増えてきて終盤に差し掛かりましたね。どうして逃げるの？素晴らしい方が待ってるの。